愛妻苦数用中宇賀のみの三振エヴァンジェリスト前ちんこと前田キライアイビキーン。イエイ。さあ、今日はですね、今日も、楽しい三振ライフの、情報をお届けしたいと思います。暑いですね、沖縄ももうね、梅雨明けて飽きたんですけど、今日も本当に湿気がすごく強くて、蒸し暑い、そういった時にはですね、このすごく汗ばむんですよね。また、内地の方はこれから、梅雨のところもねあるかと思うんですけども、今日は以前からですね、この、三振の手入れについてこうよくメールが来てるんですよね。しかもこのシーガのこの手入れをですね、以前紹介した時にはですね、こうニベアクリームを塗っていくっていう方法も紹介したんですけども、それだと、なんかなんていうんですかね、肌に、合わないという方がいらっしゃいましてですね、その、敏感肌っていうんですかね、そういう方がおられて、もっと天然 の, もっと肌に優しいものってないかということの、問い合わせあったんですね。それで、いろいろこう試行錯誤しながら、こう思ってると、私の後輩からですね、紹介してもらったのがこれはいいということで、早速取り寄せてですね、使ってみるとですね、これやっぱりすごく良かった。しかも天然で、ね、何かというと、実はじゃん、こういうものなんですね。これ何かというと、ミツバチが巣を作る、作る時に出る、できる、ものらしいんですね。でこれをミツロウという、ですけども、これがぴったんこでしたね。それで、すごく手にも優しいし、全然舐めてもですね、無害で、かえって、体にいいという感じで、しかもこの抗菌作用がすごくいいんですよね。この梅雨時期三振っていうのは一番手入れ、梅雨時期とこの乾燥 のある冬っていうのは、すごく手入れをしっかりしておかないと皮破れのこの原因になるんですね。パカッと割れますからね。そのものを防ぐためにはやっぱり日頃の手入れが必要ということでね、今回天然のものでこう手荒れがないということを、ジャンって出てきたのがこの蜜蝋なんですね。でそれを、しかもこれは沖縄産で、作っているものなんですね。そしてこれを実際にこのやってみると、マッチングバッチリでしたね。でそして、これをですね、カビも結構予防できてですね、この梅雨時期のこの白カビはもうすごいんですよね。例えばこの三振のね、この自分たちこう引いてると、この 手垢っていうんですか、汗がビタビタビタってつくんですね。そうするとこれにそのままこの、私はずっとこれで拭いてね、このかけておくんですけども、そうしててもですよ、やっぱ拭きムラが出てくる場合があってですね、そのムラがあるところにバーってこの白いカビが入るんです。もうこれは本当にもうすごく嫌でですね、そしてまたこの三振を入れてるこのケースですよね、このこういったケース、これにも表面にですね、カビがブワーって入るんですよ。もうそれがすごく心地悪いというねことで、今回はですね、この蜜蝋をですね、この表面にこうすり込んでいって、皮のこの保湿とこの、カバー、なんていうんですか、コーティングを、する、ことができるようになりました。
そしてこれをですね、これからパッケージをですね、作って、皆さんにお分けしていこうかなと思います。そしてもう一つはですね、この日本って書いてますね。これは何かというと、実はこうシュッシュってする除菌とこう、消臭、これが普通の、ものではなくてですね、すごく体に優しくていいんですよ。この、次亜塩素水化が、原料になるんですけども、これが普通の、次亜塩素っていうところ消毒とかね、使ったりするものであるんですけども、それなんていうんですかね、ただそれだけではなくてですね、すごく、いろんな、形としてですね、こう役立つっていうんですか、この一番すごいなと思うのは、この塗った後にですね、この蜜蝋を塗った後にこうかけてあげる、こうしてね、こうしてかけてあげる、もうこれでカビが予防できちゃうね。そしてこれからまた冬になってくると、乾燥が防げちゃう。すごくこのセットでですね、これから準備をして皆さんにお分けしようかなと思います。この商品っていうか、このものをですね、後輩がこれいいですよっていうことで、このいろいろ試行錯誤したら、三振にもうすごくマッチングしていていいなと。よし、これじゃあ三振のケアに使おうということで、今いろいろと試したらすごくいいのでね、これを皆さんに、お安く提供していこうということを、考えております。またただこれがですね、三振だけではなくて、こういったまあカビがくっつきますよね。これにはこのもんでピッピッピッってかけて焼くと、カビがこれ防げるんですね。これからはもうこのカビ対策、これバッチリですね。でこれはこのお風呂場とか、また、こう浴もですね、このカビがつくんですよ。でこれが予防できて、そしてなおかつ匂いが取れちゃうと。で後輩の、なんか後輩の先輩っていうんですかね、後輩の先輩っていうと後輩の先輩ですね、その後輩の先輩はなんかこの、なんていうかもう、加齢臭というんですかね、これがすごく気になるらしくて、なんかおじいちゃん臭いって言われたらしくてですね、それでこれをシュッシュッとしたらもう孫が言わなくなったということ、すごくこれは匂い本当に取るんだということですごい喜んでいるそうです。私もこの汗かいたりね、このやっぱりこう匂いしますよね。これに今使っております。で確かになんか匂いを取れるってはしないなって思っております。そしてまた、なんていうんですか、この 手とかねこうやるとこの、そのなんていうんですか、手洗いと同じようにこの菌がちゃんと、きれいに菌がきれいになるってのもおかしいな、その菌を寄せ付けない除菌ができるということもできる。これ三振にも使えて、普段のねこの汗の、ケアにも使えて、そして、肌にもすごく良くてですね、実は今ちょっとなんていうんですか、この梅雨時期にですね、やっぱなんか今年ちょっと痒くなるんですよね、肌とかね頭とかですね。これもう何度か試してるんですけど、頭痒くなった時、寝てる時にね睡眠邪魔されるんですよ。ところが今 かけてから寝るんですね、もう邪魔されない、痒くならないからですね。やっぱ痒さの元って菌なんですね。でそれでこうすごく重宝してるんですけども、この三振だけじゃなくてですね、三振のケアではなくて自分のケアにも使える、もうなんか、一挙両得っていうんですかね、そういう感じのものに、できる。これをですね、
このセットで、これから三振のケアとまた自分のケアとセットでどうかなということで、これから、ちょっと、企画を作ってですね、また紹介していきたいと思います。またその時にまたね、この動画を、見てですね、欲しいという方は、まあ、メールとか、ね、電話とかですね、お気軽に問い合わせしてください。そしたらその今の、状況こういう感じですけども、まあ、例えば今考えているのはこのパッケージをね、ちょっと作ってこのオリジナルのあれでちょっと出そうかなって考えておりますからね、いやもうそれ貼らなくてもいいからこの実物だけ欲しいという方もいらっしゃるかもしれませんので、それはそれでまた対応していきたいなと思います。まあ、ゆくゆくはねちょっとオリジナルのねロゴでも作りながらね、商品として、皆さんにお分けできたらなと思います。これで最強の、三振ケアができました。はい、ということでまた野菜。